スイカ栽培。皆さん、日々の除雪にお困りではないでしょうか。私は困っております。9回ぐらいですね、この廃油ストーブを使って導管やらフレキの中水循環させて、それをお湯に変えてですね、しばらくやってないんでかなり雪積もっちゃったんですけど、ボロボロの浴槽の中で水をお湯に変えて、熱い、熱い、ずっと触ってられないぐらい、マジ一気に30-40度ぐらいですよ。その中に雪を入れてどんどん融雪してから散水して雪を溶かすっていう、何ともまどろっこしい実験をしていたんですが、厳しいなとたくさんコメントをいただいてですね、僕なりにやれることをしたんですけども、諦めきれないのでいろいろと調べてたんですけれども、良さげな方法が見つかりました。その名も着色法。山間部とか農地、そういう広い土地で雪の上に灰、燃やした灰撒いたりして、その表面の色を白から黒っぽく変えることによって太陽熱がより吸収されて溶けるという方法があるようです。灰あるんです。焼却炉があってですね、燃やしたものが灰、袋に入ってあるのはあるんですけども、色が薄いんじゃないかなと。なので今回はこちら墨汁ですね、 DCM 3日に2回ぐらいは行くぐらい、多分もう店員さんに惹かれてるぐらい行ってるんですけども、墨汁買ってきました。墨汁水で薄めてこの浄炉で撒くと、表面を黒くして水を撒いた面と墨汁を入れて黒くした水を撒いた面で黒い方が溶けるのか、着色法は有効なのかっていうのを調べてみたいと思います。いつもやってる実験のこの反対側除雪しました。こう伸びてこっちの四角、大体の四角を水だけ撒く面にして、こっちの四角を墨汁入りの液体を巻くようにしたいと思います。綺麗に巻くために、除雪をしたんですけれども、融雪がうまくいかないためですね、毎回自力で人力で除雪をしているという、一向にうまくいかない、こういう感じですね。いきます。もちろん色は変わんないですね。じゃあ次は水に墨汁を入れていきたいと思います。うお、面白っめっちゃ真っ黒になるじゃん。うお、めっちゃ下までいく。こんなもんでいいかな。だいぶ黒いですよね。でも気持ちもう少し入れるか。ウイスキーのボトルにね、墨汁を入れるという、人生でこんなの初めてですね。振りましょうか。真っ黒、よし、こんなんでいいんじゃないでしょうか。この新品の浄炉に墨汁液入れていきます。うわ、真っ黒。これはなんかうまくいく気するな。もしかしたら廃油ストーブで融雪しようなんてのがそもそもの間違いだったのかもしれません。真実にたどり着いてしまったのかもしれません。巻いていきましょう。うわ、やっばめっちゃ黒くなるじゃん。ちょっと服にだけねかからないように注意しながら、ケーキのデコレーションしてるみたい。墨汁の方も水の方もどっちも8リットルずつになりましたね、撒いてる水の量が。こっちが水だけ、こっちが墨汁入り。今回はうまくいくでしょうか。これがうまくいけばですね、ここ全部の雪をですね、着色法でもって融雪したいなと思います。ちょっと晴れてきましたね。濡れるの怖え、屋根の上やべ。溶けたとしたら、どんだけ溶けたのか分かるように四隅に杭、印つけていきたいと思います。準備 OK ですね。そこら辺はですね、除雪しなくてめんどくさかったんで、こっちは杭3本だけです。今
曇りで今雪がまあパラパラとちらついていまして天気が悪いんです。明日も雪降っちゃったり太陽が出なかったらどういう風になるのかちょっと分かんないんで、雪さらに積もっちゃったらこれダメなのか、そういうのも含めてまあ明日以降様子を見てみたいと思います。今日はここまで。なんとなく他のとこもやってみました。これいつも小屋に行くまでの除雪してる道なんですけども、ここ割と除雪してるんで地面に雪の量が少ないから、もしうまいこと溶けたら土なんてね出てきたりして、段差があってあんまり太陽あっちの方がこう登ってこうあれしてくんですけど、この小屋がちょっと邪魔してあんまり日光当たんないかもしれないです。実用的なもし溶ければの話なんですけれども、ここがですね除雪めんどくさくてまあしてないんです。この墨汁撒いたとこの一角が溶ければここにねもう1台車止めれるんです。今2台あれしてて、僕はちっちゃい方しか乗ってないんですけども、僕先に出かけるときってこれをね一旦どかしてから出してとかってめちゃくちゃめんどくさいから、これがね溶けてくれればありがたいです。放置して3日4日経ったかもしれないですね。墨汁での着色法による融雪なんですが、まあ溶けてはいるのかな。こっちがただ水かけただけのエリアで、あそこ印まあほとんど変わってないと思うんです。あっちもこのような感じで、水だけの方はあんまなんですけども、墨汁で着色した面を見てみるとですね、10センチぐらい溶けたってことになるのかな。こっちもこんな感じで溶けてはいるんですよね。ここも、見てもらえれば割と、あ、歴然どうでしょうか。あっちもだいぶ溶けてますね。これが印、段差ができていて溶けています。地面に巻いたところはやっぱりこう横側が山になってて、あんまり光が当たんなかったのか微妙なんですけれども、ここが分かりやすいかもしれない。ここ墨汁薄めて巻いたエリアなんですが、5センチとかいいとこ10センチぐらい溶けてるかもしれないですね。でもまあ溶けてたとしてもこんなもんっていうところかな。なので融雪シリーズ興味を持って結構たくさんの方に見ていただいたんですけども、2月ということで水耕栽培なんです本当はやってたの。太陽ストーブをですねもうハウスの中に移動してきました。ちょっとストーブの位置をどこにするかは決めてないんですけれども、今後はちょっとこっちの方でやっていきたいと思います。どんな感じでした。では。